え、今日ポニテじゃないんだ。ハーフアップ。たっくん、たこ。ありがとうございます。早めに寝てくださいね。寝ます。やすべえさん、なるほど、ありがとうございます。おいもちゃん、かわいいギフト、ありがとうございます。だ、今日寒すぎて朝6時台にね、家を出たんですけど、寒すぎて寒すぎて寒すぎて。ミラポネラさん、猫、ありがとうございます。怪盗猫。真珠の間、イベント立派にこなしててすごかったです、ありがとうございます。広島寒い。広島、そうね、愛媛も寒かった多分。そう、みんなね、鼻水が止まりませんって、メンバー寒すぎて朝。ピロポネラさん、かわいいギフト、ありがとうございます。ね、寒い。なるほど。うどんさん、なるほど、ありがとうございます。やーくん、たこ、ありがとうございます。やすべえさん、虫眼鏡、ありがとうございます。早めに受け取って、あったかいもの送ってくれるの。寒いよね、今23度なんだもん、ここやばくない？でも暖房はまだ早いから。長袖来ました、今日から長袖デビュー。うーん、今日から長袖、昨日まで半袖だったんですけどね、急に。昨日は半袖で行けてたんですよ、東京。私東京の夜半袖で歩いたからね、そんな長距離じゃないけど、コンビニとか。あ、わかります。今日から長袖。こんばんは。昨日まで半袖、おととい半袖で東京を歩いてたら、みんな長袖だった。でも広島はまだ半袖だったからさ、おとといは。その感覚で東京行ったら、みんな長袖だった。寝るときは冬用ですね、一年中。夏はクーラーつけて冬の布団だから、一年中ね、冬の布団ではあります。こんばんは。アイシャドウが綺麗。こんばんは。そう、一年中冬の布団。夏はクーラーつけてるから。そう、あ、でもエルクールもあるね、二刀流。エルクールとの二刀流です。こんばんは。18度ぐらいが好き。え、18って結構寒いよね。そう、ニトリの N クール、夏は N クール、L クールなんですよ、私は。 N クール。こんばんは。
25ぐらいがいい。私は24ぐらいがいいです。24から25。なんか今日は寒かった。今日は厚着。今日は長袖着たんですよ。だから今日から長袖。MC しっかりして素晴らしかったです。ありがとうございます。こんばんは。今日の見聞祭オープニングイベント参加しました。最高に楽しめましたって。ありがとうございます。よかったです。それは良かったです。でも客席少なかったよね。そりゃ当たらんわみたいな。結構外れたっていうのを抽選。あれ外れるわ。フリップ何？めっちゃ人少ない。そうそうそう、めっちゃ少ない。100もあったんかなぐらいのレベル。100やったんかなあれ。フリップ渡された時、あれ違うの渡されたんですよ。そう、マイキューさんと私のフリップ逆になってて、そう、フリップ渡された時にこれ違うよって思って、そうってなったんですよ。マイキューさんとでもそのまま行ったんですけど、結局だから読んでない台本のやつ回ってきてどうしようと思って、でもそう、あの一瞬であってなったけど、あーそっちにしますみたいなさ、あのアナウンサーさんが言ってくれて、多分入れ違ってるのに気づいて、そうだからもうこれでいいやと思って。で普通11月紹介して12月紹介するのに、12月をさ、いやあれ後ろに台本あるんで、まあそこは問題ないんですけど、そう、あ私のじゃないと思ってさ、マイキューさんもあってなってて入れ違ってた。そうなんです。読む分には問題なかったけどさ、初めて見る文章だからさ、漢字読めなかったらどうしようとかさ思うじゃん。初見の文章だからさね。エイメトリオ3人だけかと思ってた。でもね、そうね、ほぼ3人でライブが6人だった。でもそれ以外はそう、漢字読めてよかった。そう、でも初めて見る文章だからスラスラとは言えなかった気がしたけど、まあまあなんとかなんとかって感じ。まあギリバレないかなみたいな。初めて見る、割と長かったじゃん文章とか漢字も結構あって、それを初めましてで読むっていう。あそこで振り仮名ない。インタビューもね、そうあれ適当なんですよ。何聞こうと思ってさ、こんばんは。そう、愛媛メンバーは3人です。
11日は16人。こんばんは。え、そうだよ、振り仮名なくて、あの芭蕉みたいなのあったじゃないですか。芭蕉に続くみたいな、続いてみたいな。え、芭蕉で合ってるよねとか思いながら、芭蕉に続くとはどういうことですかみたいな。そう、鼻声、そうなんですよ。寒くて、ね、合ってるよねとか思いながら、ボサに見えてた。え、もしかしたら違うかもしれんって思いながらね。こんばんは。見えてなかった？オレンジやったけんね、文字も見えづらい。はーい。でもあの高校生受賞したさ、高校生が文章力もね、なんかすごすぎて、なんかこだわりのポイントはとか急に聞いたんですよ、あれ。なのにさ、あのたい、まあ自分で描いた絵だからさ、結構語れるんだろうなって思ったけどね。そのさ、なんとかで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 、これがなんとかでなんとかでみたいな、すごーいって思った。文章力。ね、めっちゃしっかりしてた。そうなんよ。事前に聞かれることを知ってた？え、いやでもあそこ適当だったんですよ。アドバイスとか聞いていいかなとか思いながら、アドバイスじゃないわ、なんだっけ、こだわったポイントみたいな、なんかそう、受賞されてどうでしたかみたいな感じで聞いてくださいみたいな台本に書かれてあって、でも何でもいいよみたいな、リハに言われて、で4人ともにさ、受賞してどうでしたか、受賞してどうでしたか、受賞してどうでしたかみたいな、あれやなと思って。そう、こだわりのポイントとか、急になんかそういう質問してもいい、答えれるかなとか思ってたらね、めちゃくちゃしっかりされてて、想像の3倍4倍ぐらいの量で帰ってきた。すごい。去年はさ、でも受賞されてどうでしたか、嬉しいですみたいな感じだったんですよ、去年の方とか。だからそんな感じかなって思ったら違った、すごかった。嬉しかったですみたいな感じで来るかと思ったら、すっごかったです、文章力が。そう、顔忘れた？ 3 人の中におしめはいますか？そんなに聞けないですよ。いなそう、あの感じ。あの落ち着きはいないですよ。こんばんは。まあでも回答用意してなくてもさ、
自分が書いた作品だからさ、こだわったポイントはね。ね、だってめっちゃこだわって書かんとあんなん書けんじゃん。でこぼこコンビ、こんばんは。一番大きい。そう、でも今日スカート短かった、制服の引きで見たら。松山の生徒の絵ばっかだったね、思ったね。そういうなんか取り組みしてるんじゃない？絵の。同じ学校から入試なんか優勝してたよね、優勝っていうか。トラン？トランね、横で見てたよ。え、あの太鼓やりたいって思った、右端の。お疲れ様、はじめまして、愛媛在住です。こんばんは。今日来られてた方？ね、ドラすごかったよね。ね。そのトラを動かしてるわけじゃん、すごいよね。ハーフアップって何ですかって。ドラ今日初めて STU さんのライブ見れて嬉しかった。お、初めて？やったー。愛媛の方なんかな。また11日もあるので、ぜひ11日、松山。腰やばそう。え、四つん這いじゃないよ、手は見えてなかったから。四つん這いじゃないんですよ、だからかがんだ状態で。あと尻尾もさ、左右に揺れててね、すごいよね。尻尾が右左右左みたいな。こんばんは。ハーフアップは髪型です。知らないの？ハーフアップっていう髪型。ハ
半分だけ取って結んでる。今日ゴールしたかったけどできる雰囲気え、無言で見てたっけ、どんな感じだったっけ。イメージからゴールなかったっけ。フルアップはもうポニーテール。でもライブコーナーだからまあ別にやってもね別に問題はないけど、ライブどのぐらいコールしていいのか悩む。確かに。でもあそこはまあ STU のライブコーナーだから。今日のやつ高校生で出ました。お、出た側？まさかの。マジ？ショールームに来てくれたの？高校生？でもあの高校生に STU ファンの子がいたんですよ。あのトラの。あのトラ、トラ軍団、トラ軍団の中に。こんばんは。そう、その子ではないんかな、違うんかな。なんかショールーム見てますみたいな、みんなの。ももちゃん推しらしい。今日はめっちゃキラキラメイクしてる。もも、こんばんは。すごいよね。でもショールーム見てるって結構じゃん。ショールーム見てる。ね。こんばんは。愛媛のもの食べられましたかって。でもね、食べてないかも。お弁当送ったじゃんメールで。文吾さん結婚してギフトありがとうございます。ニーハも読めない。それ読めないよ、県外やったら難しいじゃん。お弁当鮭です。鮭、私東京のお仕事でも鮭のお弁当をいただいて、今日も鮭、最近鮭です。こんばんは。あ、そらおさんハートありがとうございます。自分はデビュー当時から STU48 さんすごく大好きだよって。おお。ツイッターフォローしてくれたし、東京違うかな。いや東京のお弁当は写真撮ってない。今日は後ろでリハ見てた。あ、リハ見てたの。
リハはダメだよ。見ちゃスルーパーさん、なるほど、ありがとうございます。あリハはだってみんな寝起きで、行きの車両で寝起きのすっぴんのままやりましたから、みんなボサボサのすっぴんで、みんな結構みんな寝てて、着いた瞬間リハ、そう結構髪もセットしてないすっぴんの軽めのリハ、裏側だよアイドルの、そう寝起きドッキリライブみたいな感じですリハは、みんなすっぴんで髪の毛もセットしてない、おはようみたいな感じのリハでした。声出し、こんばんは。そんなに違うんですかって、いやまあスピンとねメイクとかあんま変わらんけど、テンション感は違うかもね。こんばんは。夢地から聞こえてきた、外に。今日はね2曲しかなかったから、まあ、ひなりはの時帽子かぶってたって、かぶってたんかいね、かぶってたんかもね、わかんないわ、覚えてないわ。マスクしてた人もいたよ、あマスクしてた、まひなさん帽子もしてたかも、まひなさんマスクしてたかも。そうだね、今日はありがとうって、ありがとう、制服で。まひなさんもいたよ、 YouTube で見れるよ。こんばんは。そう YouTube でアーカイブ見れます。菩薩とマイキューさんとあなたがなんかやってるのを見た。そうだね、愛媛めん知り合いが数人、すごっ、だって普通に舞台に上がった高校生そんないなかったのに、その中に知り合いがいたの。葵さんは本当ポニテ好きだよね。ね、そう今日ポニーテールにしようかなって思ってたの私、けど葵さんがポニーテール先にやられてたから、ポニーテールっぽいハーフアップ高めの、そう高めにしてもろて、ポニーテールっぽいハーフアップ。習い事の先生いた、何習ってたの、トラ。こんばんは。9日は四国大震、四国大使全員来る、そうあと23日だっけ、課外活動公演あります。23だっけな、あ将棋、将棋習ってたの、すごい。それはねめっちゃ揺れてた夢力で。
私の尻尾。そうポニテかぶらんように。あ、月曜日なの？23ってそんなことあるんだ。まあ配信でも見れるんで、まあ月曜日か。あと山口の花だれとかもね、発表されてたよね。28公演申し込みました。ゆきりかパワーで前の方の席。ゆきりかパワー夢力めっちゃかっこよかった。やったー。山口どうだろうね、出るか分かんないけど、まだあるよっていう花だれ。いや、そう、アイテレビ公式さんで見れます。そう、こんばんは。5もあるし、メンバーは知りたい。ヤフーのニュースで拝見しました。ヤフー、はい、そうですね、ニュースの記事にもなってます。夕方のニュースとかでも流れたのかな。ヤフー、こんばんは。あさってが新居浜でクイズです。新居浜の、あ、流れてた？本当？がくやんさん、ハートありがとうございます。え、新居浜も今日来て、新居浜も来るよって方いるんかな。ノーノーのノー。問題教えてください。何も知らん、まあ、何も知らん、時間すら知らない。新居浜も行く？お、え、その方は泊まってるの？愛媛に。さすがに飛び入りはできないと思う。の、え、来ないの？の、答え知らん私も。だって私も参加する側でしょ、クイズ出す側じゃないでしょ。こんばんは。私クイズ答えるんだと思ってたんだけど、違うんかな。あ、新居浜来る？いや、私は四国の1チームでクイズ参加すると思ってるけど、違う。えー、違うの？8人で1チームかと思った。あ、ライブありますね。ミニライブ10分だけです。またいや、勉強はしてない、まあ実力あるしみたいななんてね。神奈川まで来ました。やったね。出る側クイズ
あ、でもね、悟りは違いますよ。秘密だけど。そう、2曲とも違うよっていうのは。8人ですからね。8人でさ、やるって珍しくない？30分になってる。マジ？11日は30分とかある気する。16人の方。明日も違う。明後日も10分ぐらいな気する。奥さんもいますしね。久しぶり奥さんの。今日のメンバーに沖さんと福田さんが来るかな。ちょっと遠い。ちょっとじゃん。ちょっとだよ。新居浜近場ですって。近い近い近い。だいぶ遠いですって。遠い。可愛い子に出会ってしまった。だって。どっちも遠いですね。遠い。クイズも配信あるのって。いや、クイズは配信はないかも。あれは収録ですよね。愛媛の NHK の収録。クイズ。声がギャップすぎる。低いでしょ声。なんかアンパンマンみたいな声してるよね、私って。今日なんかその YouTube のアーカイブを見ながら思いました。こんばんは。アンパンマンみたいな声しとうなと思って。まずは夢力をお聞きしていただきましたみたいな。これ日本語おかしいよな。よく通る声で素晴らしい。ポジティブね。お聞きしていただきました。ダメなんかね。になん。アンパンマンどんな声でしたっけって調べてみてはどうですか。お聞きいただきました。まずはイメージからも大きい。お聞きいただきされました。わかんな、いっぱい混ざってるわ。
お聞きしていただきされました。七並べの声取り直せるなら、でもまああれはあれでいいかなっていう。初期七並べ、今日のイベント会場で見てありがとうって、お、ありがとう。台本通り、ちゃんと見てない。会えるイベント、どこに住んでますか、あります、ありますよ。でも今は受付中じゃないけど、関東と関西と九州、福岡、あとは瀬戸内、広島。まずは夢力を聞いていただきました的なことを言うんだなっていう把握、一言一句はちゃんと見てない。なるほど。だるま、だるまが切ってる。アイスありがとうございます。ふっくらご飯さん、大阪に住んでるんですけど、広島ってすぐ行けるんですかねって。そうですね、すぐ行けます。新幹線やったら1時間半、でも夜行バスとかもありますよ。夜行バスなら3500円ぐらい。でも大阪とか行きますよ。関西リアルお話し会、直接会えるお話し会とか、また再販が来たら。直接会えるお話し会、そうあるんですよ大阪で。高校生、文吾さん、かわいいギフトありがとうございます。そう大阪あるんですよ。でも今は申し込み期間じゃないけど、まあまた再販があるからまだ申し込める。大阪、そう、どこだっけ会場、インテックス大阪、1月、でも結構先、1月に会えます。ツーショットもあります。ね、そう、来週ぐらいにね、近々再販がありますので、まあまた来てください。近々また申し込みできるのでね、来週ぐらいかね。ね、すぐ始まるね。もしかしたら明日かもしれんし、明後日かもしれんし。そうね、先週ね大阪でライブあったんですけど、しかも当日券もあるやつあったよね。もうちょっと早かったらね、大阪のライブ当日券があるやつ。たけるくん愛してますギフトありがとうございます。火曜からか、火曜なんだ。
ね、大阪は何かと行くので、ぜひツイッターとか見てください。ツイッターとかフォローしておいてください。ヤマトさん、タコありがとうございます。ひとしさん、タコありがとうございます。釣ってくださいって。ショールームでは釣りません。いつか今月のカラオケ配信、いつしよっかな。まあ15あたりか、その次の週はお話し会だったっけ。11日のポスター教室に貼ってあって、私の推しメンって紹介したら行きたいって言ってくれてた。やったね、ぜひぜひ。あれ無料だっけね、近かったらぜひ。16人だし、11日は。ぜひ。そうだね、15あたりかな、候補としては。明日は急すぎるわ。11日のポスター、愛媛の至る所で見るね。愛媛で CM をやってるからね、見聞祭とか。今日もね、ニューバージョンの CM を撮ったので、告知の。日曜日、そう、土曜と日曜どっちがいいかな。土曜の方がいいかな。14でもいいんだけど、14も私は何もない気する。14か15。ね、CM。土日はレッスンないよ。だから14でもいいや。土曜と日曜どっちが盛り上がるかな。土曜か。日曜は次の日月曜だから、ショールーム見ないでおこうって思うかもしれんけどね。いやー、どうだろうな。どちらでも、あ、どちらもかと思った。どちらでもね。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼きね。たこ焼き作った後、お部屋がね、たこ焼きの匂いするからな、しばらく。あれも嫌なんだよな。たこ焼きを作った後、しばらくたこ焼き臭がするんです、次の日も。さすがにあんだけさ、2時間とかしてさ、煙とかいっぱいさ、部屋に充満するじゃん。
好み焼き。お好み焼き。次の日のさ、次の日か家帰ってきてたこ焼き臭したらめっちゃ嫌ですよね。なかなか取れんのんですよね。ベランダで焼く。配信できんや。たこ焼き食べたくなってきました。食べな。たこ焼きね、いつしよっかな。まあ、たこ焼きは気が向いたらしますわ。たこ焼き食べたくなったら。明日することがありません。どうしたらいいですかって。寝る。寝まくる。栗が美味しい季節ね。栗ご飯。秋。温泉行ったら温泉。温泉いいじゃん。最近ホテルの大浴場行ったけど、温泉いいなって思った。 KKK さん、かわいいギフトありがとうございます。温泉に入る。明日朝配信やりますか？ないです。ねえでございます。秋の食べ物食べましたか？まだです。鮭を食べよう。そう、ここ最近の私鮭だから。鮭まあ愛媛で暇してるんだったら、でも車じゃないでしょ。朝配信しないよ。逆になんで？日曜日じゃん。日曜日寝てるでしょ、逆に。みんな車、あ、車なの？でも結構行ったでしょ。私的にはミキャンパークがお気に入りなんですけど。でも行ったことあるじゃん。あそこはじゃあ梅津寺駅のカフェ、海辺の砂浜のカフェ。いや、配信するなら起きる。見せれないぐらいのあれなんで寝起き。あ、行ったことないの？ある。あ、逆に四国の違う県行く。もう愛媛ね。だっておすすめのところ全部行ってるじゃん。だからでもミキャンパークは私何回でも行きたいんだけど。海綺麗じゃん。しかも2階のミキャンのカフェ可愛いし、あそこの景色好きなんですよね。海、2階のカウンターから見える。電車来るし。誰と話してるのって。え、独り言。私今独り言です。誰と話してるかって言われたら私今独り言だよね。これ喋ってはないもんな、人と。
人語りコメント、みかほおにぎりはね、あれなんか限定だから。コメントを、流れてくるコメントを見ながら一人語りしてます。ハロー、え、ミキャンパークは落ち着くんですよ。景色が好きで、私海見ながら飲むコーヒーとかね、カフェとか好きなんです。あそこのカウンター好きなんです。ミキャンパーク、ハンバーグ丼、え、いいじゃん、連れてってあげなよ他の私の推しの方、車なんなら。他のお酒、お酒、え、みかんのお酒ない気がする、あったっけな、アッシーしな。だって一人で行くも二人で行くも変わらんじゃん。どうせ行くなら。こんばんは。ハンバーグ丼ね。日曜日のハンバーグ丼なんてめっちゃ並ぶよ絶対。めっちゃ並ぶよ絶対。人気なんだから。あれ、ミキャンパークはグッズ売ってる。1階はねミキャンのグッズコーナー、あとなんか工場が見えたよな。そう、人気なんですよ、並ぶ。でも回転すぐに行くとか、お昼に行ったらもう並ばんといかん。結構回転してすぐに行くか、閉店間際3時ぐらいまでじゃん。伸びたんだ。ピノさん、虫眼鏡ありがとうございます。そう、開店直後に行ったらね、いいよ、一気にドバーって入るけんさ。11時狙えばほぼ並ばないはず。だって11時狙うって足。こんばんは。アシエ、明日みかんおにぎりがある日。うーん、土日限定だったっけ。うーん、あ、1時間経った。早起きは大丈夫、絶対得意じゃん。5時とかに起きてるイメージあるもん。会社の先輩とバイクツーリング。え、雨じゃないの明日。広島とか雨だったよ、 50%。まあ 50% だから。
なの。明日雨になってる。だよね。雨は嫌です。そうだよね。でも少しの雨は好きですよ。少しの雨、なんかどんよりした一日も好きです。ちょっとね、傘をさして歩くのも好きですし、雨降ってんなーって思いながら傘をさして、最近傘さして歩いたことなくて、本当になんかタイミングいい女なので、晴れ女。東京の行き死にさ、雨降りそうだったんですよ。めちゃくちゃ部屋出た瞬間に、家を出た瞬間にもう今にも雨降りますみたいな空で、急いで傘取りに帰ったんですよ。なのに捕まんかった。そう、3日前ぐらい4日前3日前、晴れ女なんですよ。わ、これ絶対傘いるって思って、折りたたみ傘をね、取りに一回部屋戻ったんですけど、使わず。晴れ女、日傘は差しますね。でももう差さない、夏だけ。こんばんは。そう、晴れ女じゃとかないんですよ、普通人間って。だけどめっちゃ全部タイミングよく全部本当に晴れるから、そう、本当に晴れ女。この前のプライベートの買い物なんか全部私が外れたタイミングで晴れて、室内入ったら降って、外れたら晴れて、バス乗ったら降ってみたいな、目的地着いたら晴れてみたいな、運がいい。ムラさん、タコありがとうございます。そうね、この前本当にすごかった。動画撮りたかったもん、マジで。激大雨の日に、でももう準備してメイクもしたから、もう雨でもいっちゃれーと思って、その玄関出てから建物を出るまでの間に止んだの。建物を出たら止んだんですよ。めっちゃ雨ザーザー降りで、もう濡れてもいいから雨でも行こうと思って準備して外に出るタイミングだったから、でバス停まで普通に傘ささずに歩いて、そう、バス停早く着いたから近くのね建物に入って時間潰してたらまた降ってて、でバス乗ろうとバス停に出たのね。そしたら止んで、でバスに乗ったらまた降り出して、そう、で本通りで降りる予定だったんですけど、本通り着いたら晴れたの。すごすぎて。傘一応持ってたよ、さすがに。あの玄関を開けた瞬間は大雨だったので傘持ってたけど、すごいよね。なかなかね、タイミングすごすぎて、バスの時間まで完璧やったけん、何事って思ったよね。なんでなんだろう、たまたまなんだけど、たまたまにしてもさ、本当にね、私が外に出たタイミングで止んでくれるから
なんでって思って怖いよね。最近雨浴びてないもん。で、私が家で一日中寝てる日に雨降りがち。で、配信で今日雨すごかったねって言われて、あ、今日家出てないんで分かりませんみたいな。明日もね、私特に明日は休みなんで雨降るかもね。いちいち家出ないことある。ある、めっちゃたまにね。大体はでもコンビニかスーパーは行くからまれだけど。へえ、雨女いるよね。そういう人、晴れ女とか雨女とか本当にないんですけど、人間にそんな力ないし、そんなんないんですけどね。本当にさ、そういう人いるよね。タイミング不思議だよね。たまたま自分中心に回っとんかって思うもん。そんな私が部屋に入るたびに雨降ってたら。こんばんは。そう、たまたまなんですけど、こんばんは。ハートありがとうございます。山中さん、ずっと見てくれてるじゃん、初見なのに。もう1時間ですね。ぼちぼち。野球界の人の雨男ダメじゃん。野球してる人雨男だったらダメじゃん。こんばんは。ってことでね、 YouTube で見れますので、今日のアーカイブは。そろそろ終わろうかな。全く関係ないけどね、今日はね、おパンチウサギのねグッズ発売日だったんですよ。島村コラボの。そうね、私ね休みの日は家にいますね。インドア。おパンチウサギのねグッズ発売日だったんですけど、そうなんですよ。オンライン15時からなのに、絶対買うって思ってたのにバタバタしてて、見た時にはもう売り切れ。全然売り切れだったっていうね。おパンチウサギ、おパンチ好きなうどんさんなら知ってるかもね。でもいたんだもん今日愛媛に。15時っていう話でした。そう、人気なんですよ。本なら終わりますわ。本なら終わりますわ。おやすみなさい。では誕生。13位たっくん、12位わらびもちさん、11位渡辺さん、10位やまとさん、9位文吾さん、8位ひとしさん、7位ムーランさん、6位ニキヤくん、5位ピロポネラさん、4位ヤスルパンさん、3位タケルくん、2位ヤスベイさん、1位ウドムさん、
ありがとうございました。充電が 20% になったわ。いよいよ会計、ね、ブチって終わった人みたいになったね。充電 20% ですになった。ってことで終わりまーす。おやすみなさーい。おやー、おやすみー。